丘内部の空洞に展示されている、当時の様子、トゥクズプは、ベトナム南部の安山省、チートン県ン,アントゥク社にある丘。歴史史跡となっている。クメール語で、トゥクは、水を、ユプは、夜を意味し、多くの人が夜ここに、翌日のための生活用水を汲みに来ていたことに、由来する。トゥクズプは巨大な岩盤に覆われた、いくつもの裂け目と空洞のネットワークを内部に要する。 高さ218メートルの丘で、ベトナム戦争の間南ベトナム解放民族戦線の隠れがとなっており、また周辺に攻撃を行うための共闘歩ともなっていた。南ベトナム政府軍は、米軍の猛爆撃の支援を受け128日間に渡りこの丘を攻撃したが、陥落には至らなかった。米軍が消耗した爆弾、銃弾の総額から、 トゥクズプは200万ドルの丘とあだ名された。現在では戦争史跡公園として小規模ながら動物園、遊具類、実弾射撃場が整備されており、休日になると約5 0トル離れたチャウドックやラックザーからも市民が訪れる憩いの場所となっている。ロンリープラネット、ベトナム PDFE、ブックトゥエルフスエジチュオイン。 ロンリープラネットパブリケーションズタイリミテッド P387ISBN 978-1742205823ありがとうございます。